ちょっと格好つけた方がいいんじゃないかなってリバーサイド基地になったんですよ。ちょっと楽屋泥棒行ったんですけどね、日高屋の大森県しか出てこなかったっていうですね。埼玉県川口さんなんと本庁 TOKIO のメンバーの気持ちを、サブタイトルが万歳お酒やめられなかった。カズミンと申します。改めてよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、お客さんいたんですね。雪男さんの時笑い声が全然聞こえなかったんで、ちょっとあの荷物も多かったです。楽屋泥棒が多そうだったんでちょっと持ってきちゃいました。すいません。いや多そうじゃん、だって浅川とかさ、うん。先ほど今出た雪男さんの話をちょっとしたいなと思いまして、皆さん覚えてますよね。まだ忘れてませんよね。雪男さんの話したいと思います。で、雪男さん、まあ先ほどちょっと見えるかな、顔はね、こういう感じの、ちょっとね、こうアップにしますとこんな感じなんですけど、ちょっとね、美白済みのセイロガンみたいな顔してるんですけども、さあ雪男さんの芸名の話をしたいと思います。雪男さん芸歴はもう30年近いんですけども、滑ったらネタが悪いんじゃない、芸名が悪いんだってコロコロ変えちゃうんですよ、あの人。その話をしたいと思います。まず最初ね、あの人本名がこれ吉川聡って言うんですよ。吉川聡じゃないんですよ。吉川聡って言ったらめちゃくちゃ切れるんですよ。ちょっと分かんないですけど、よしね、吉川聡が本名で、で、30年ぐらい前ですかね、まず芸名がね、吉聡だったんですよ。まずひらがなで、ね、吉はなんか残したいっていうので、でやっぱネタが滑って芸名が変える時に、あの吉聡になって漢字になったとね。でその後またネタが滑って芸名を変える、で、あの吉聡って方が、もう違いがよく分かんないですよ、あんまりね。でそっから、ちょっとかっこつけた方がいいんじゃないかなっつって、リバーサイド吉になったんですよ。ちょっと時代感じますよね、井上陽水さんの歌ですよ、はい。そこからまあネタが滑ってまた芸名が変えるって言って、吉川聡丸になったんですよ。あのモーニング娘。丸的な感じなんですよね、うん。97年の話ですかね、これまだ全然追いついてませんからね、今の時代に。そこからまたネタが変わって、あの滑ってキチキチバンバンになったんですよ。なんか頭のおかしくてピストルバンバンやるような、今でいう迷惑 YouTuber みたいな名前なんですけど、キチキチバンバンになってまた名前が変わって、吉川一人ぼっちになったんですよ。ちょっと闇始めましたよね、心が。やばいなと思って芸名次変えたのが鬼頭亀太郎になったんですよ。これマジですからね、これ本当に。でそっから鬼頭亀太郎から二代目坂東玉三郎になったわけですよ。つまんないし、まず二代目って初代誰だよって話なんですよ。かなり病んでます、心が。で金玉一郎になったんですよ。もうよくわかんないですね、自分の知り合いの芸人さんが金玉一郎と芸人なんだって言えないじゃないですか。これはよくないと思ってまた戻したんですよ、吉川聡に。ああよかったな。でも皆さん、今の時代でもわかると思うんですよ、心の闇って消えません。また金玉一郎に戻したんですよ。まさかの芸名の天丼ですよ、こんなの。やばいなと思って、これも先輩方に注意されて吉大吉になったんですよ。あ、これちょっと安心、いい名前じゃないですか、吉大吉って。そこからまたネタが滑って芸名変わって吉ジョージになったんですよね。これ所ジョージさんを意識してるのかなと思ったら、柳ジョージさんってよく分かんないですよ、ミュージシャンを。そこからまたネタが滑って変えたら、今度漢字になったんですよ。ただの駅名になっちゃったんですよ、吉ジョージってね。そう、あのある人アビコ出身なんですよ。アビコから来た吉ジョージってわけの分かんないですよ、本当に。これはやばいって。でも吉っていうのは残したい、吉川の吉。だからあの人心はナイスガイなんですよ。吉川の吉とナイスガイの一文字ずつ取って吉ガイになったんですよ、あの人。こんな人体にしたらかっこいいけど、あどうも、あの私吉ガイですって、もう震えてたんですよ、若手が、養成所の子が。これやばいと思って最後の名前が雪男に変わったんですよ。これが今が10年ぐらい続いてるんですよ、やっと。だけど今日の皆さんの反応を見たら、多分芸名変えんじゃないかと思います。以上です、どうもありがとうございました。イエーイ本庁本町、どうしました皆さん。本庁本町、埼玉県川口市、本庁本町、埼玉県川口市、埼玉県川口市はなんと本庁。ルール分かった？こんな感じ、こんな感じ。ネクスト
東京都府中市本町本町、東京都府中市本町本町、東京都府中市はなんと本町。これやるためだけに名古屋から来ました。どんどん行くよ。茨城県水戸市本町本町、本町本町、茨城県水戸市はなんと本町。名古屋では朝8時から料理番組のお兄さんやってます。よかったら堀尾飯見てください。お願いいたします。はい、北海道根室市はなんとおーまーい。飽きた。まあね、こんな感じでね、まあいろいろ本町本町見ていくんですけども、僕愛知県から来ました。愛知県にもいろんな本町本町あります。愛知県一宮市本町本町、本町じゃない、愛知県稲田市本町本町、あ、愛知県半田市本町本町、本町、ああみんな本町ばっかりや。愛知県津島市本町本町、本町、本町に。愛知県豊橋市本町本町、はい、ありがとう。ここに乗ってる愛知県全部本町。まあ皆さんもここまでね、いろんな本町本町見たから、どれが本町でどれが本町かもう分かるようになったと思いますので、せーのでいきましょう。せーの、はい、本町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 、つげつげ拓殖、つげ拓殖、つげつげ拓殖、つげ拓殖。はい、もう皆さん、つげも拓殖もね、漢字違うから気をつけてくださいね。ツイッターでも聞いてみました。本町はどれでしょうって聞いてみました。はい、あと YouTube でも聞いてみました。あなたが最近ネット上で見た本町はどれって聞いてみました。はい、あとですね、エロサイトでも聞いてみました。本町はどれって画像で、ね、選んでください。まあそんな感じで、最後、海外にもあるんですよ、本町本町。台湾台北市本町本町、台湾にもあるんですよ。本町だと思う方いいねボタン、うん、本町だと思う方リツイートお願いいたします。さあどっちでしょう。なんと最後いきましょう。台湾台北市はなんとパンディー。日本語なわけないですよね。どうもありがとうございました。ユンボ安藤です。ウォッチ。今日は雪男の完コピやろうと思ったんですけど、そうすればね、受けなくてもね、あいつの選手はいないからね。さっきネタやってましたけどね、雪男さんすげえ受けてましたよって嘘ついたんですよ。そしたら、テレビサイズよなんかって、第7世代とぶつかった時用よなんか言ってね、当たるわけねえじゃないかみたいなね。まあいろいろあるんですけど、今芸人ね、今袖にいっぱいいるからね、楽屋からなんで、今ちょっと楽屋泥棒行ったんですけどね、いろいろあさったんですけど、日高屋の大森県しか出てこなかったっていうですね、もう貧乏くさいのばっかりですけどね。まあでもこうやってね、大塚監督にね呼んでいただいて、こうやって出れてね嬉しいんですけどね、これ何がやっぱりね、いいかっつって、やっぱりやめなかったからですよね。やめたらダメですからね。だからしぶとくやってりゃいいんだよね、その辺漂ってればいいんだから、こんなの芸人なんかね、自称で。だからね、うちの親もね、10年ぐらいまでは、就職しろ就職しろとか言ってたんですよ。そしたらそのうちですね、なんか自分の教育が間違ってると思いたくないんだか知らないですけどね、続けてる俺を見て、あの子は意志が強い子だとか言い出しましたからね。勝手なこと言いやがってですね、まあ辞めたといえば、芸人辞めるといえばですね、この映画の中に出てくる柴田容疑者っていうのが芸人辞めますけどね、本当に危ねえやつですからね。あれ柴ちゃんが俺のとこに、あんちゃん芸人辞めるんだって言ってきた時に、俺芸人やってること知ったんですからね。そんぐらいね、誰も見たことないんですよあいつを。だって昔15年ぐらい前にやってたブログがあるんですけど、そのブログ読んでるのが俺と大塚さんと本人しかいなかったというですね。これカウンターとかありましたから、毎回3つカウンターが上がるというですね。で見て、ね、1個上がってたら、あ、大塚さん見たなとか、そういう感じなんですよ。すごいですよ。だから1回のメールが来てですね、昔、何時どこどこで出演するんで、あんちゃん見に来てねとかメールが来たんですよ。であライブの告知かなんかね、誘ってくれたのかなと思って電話してですね、柴ちゃんこれ
ライブどこでやんのって聞いたら裁判所だったっていうね、裁判だったという、傍聴してくれみたいな、よく書かないですかね、昔格闘技凝ってた時なんかすごいですからね、柴ちゃん成果出たのって聞いたら、うん、この間女子中学生とドローンに持ち込んだってわけはないね、すごいですからね。あとスタンガンとか持ってたんですよ一時普段。ほんで昔飲んでて酔っ払いに絡まれて、しばちゃんスタンガンスタンガンスタンガンって言ったらスタンガン出して殴ったっていう使い方違うだろうみたいな、あと催涙ガスとか思ってて、催涙ガスやったらですね、あの観測史上2番目の向かい風が来たっていうですね、よくわかんないのいますからね。まあ一番しばちゃんのひどいのといえばですね、昔ファンタジアってライブね、変態ライブねやってたんですけど、そこであのお尻の穴に何個ビー玉が入るのかっていう実験やったんですよ、ほんでしばちゃんの血卵入れてですね、ビー玉あの17個を入れて無事16個出てきたという、よくあるね、どうなんですか。はい、どうも三平三平です、よろしくお願いいたします。まあ、今日はですね、ちょっとあの時間もないということで、山口達也さん2曲でよろしくお願いいたします。じゃあ行きましょう。まずは、サザエさんで達也さん。朝が来い子供にね、あの学校頑張ってこいよってこうハグしてたんですね。おい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 、オーケー選手、選手登場アディオス。